今回の韓流スターは。いやーしかし、はい、ここはカフェに連れてもらいましたけど、おしゃれなカフェあるんですよね。韓国世界国ですね。ここに今スターの方がいらっしゃるんでしょ。で、え、古谷さんも知らないんですか。今回これ大島さんもそうなんじゃない。そうなんですけど、私も昨日知ってたか知らないんで。王子だ、王子様が来たと思った。王子じゃないですか。いやー、いやー、いやー、お久しぶりです。いやー、お願いします。いやー、王子ですね。こちらこそよろしくお願いします。ということで、飲みぬさんですよ。今回のスター独占インタビューは、今話題のアーティストであり俳優であるノミヌ。韓国ドラマ「パスタ」ではシェフ役を熱演。そのマルチな才能を存分に発揮。どうしたの？아침볼일이있어서근처로오던길이오랜만이지。韓流ファクトリーでは2回目の出演。日本来日の時に古谷さんがインタビュー。さらにファンミーティングに密着していたんです。いやー、はい、改めましてのみぬさんです。お願いします。よろしくお願いします。皆さんの王子です ね、 ね、はいはい、もうこの番組ではおなじみの、私ももう初めましての気がしないぐらい、うん、こうなんていうの、 VTR では見させていただいてます、はい、こちらこそ、はい、まずは飲み水が日本語が上手な理由は？アニメーションとか、中国から日本のアニメとか、日本の音楽とか好きだったんで、まあ、見たら少しずつ聞いたり見たりして、そしてもともと僕のお母さんが日本語だったんで、へー、言葉の表現がこう自然な日本語ですよね、うん、こう教科書で覚えましたっていう感じじゃなくて、あ、そうですね、自然とこう会話から入ってきたものが出てきてる感じがしますよね、うん、そうですね、なんかワインとか飲んで、うん、あの酔っ払っちゃうと、うん、もっと上手になりますよ。お酒が入るとね、ワインはどこかな、ね、そして飲み物といえば、今日本で話題のドラマフルハウス2に出演。サランスロン完璧主義者の人気スターを熱演しています、うん、このドラマの話が、まあ、来た時どんな気持ちでしたか。そうですね、まず初めてフーラスの定期のドラマをやろうって感じの連絡を監督さんが来て、うん、ちょっと不安だったんです、うん、もっともっとフーラスも好きだったから、うん、大丈夫かなとちょっと心配があったんですけど、監督さんと会ってみたら内容も全然違う感じだったし、そしてもともとと同じ部分はやっぱりラブストーリーで、フーラウスの中でなんかエピソードができる感じがあったんですけど、もともと今回あの漫画みたいな色で撮影していきたいっていう監督さんと気持ちがあって、僕もやりたくなりました。共演したファン・ジョンウムの印象は？初めてですよね、お仕事一緒にするのは。そうですね、初めてだったんですよ、初めて会ったそういう感じと、うん、テレビで見た、うん、雰囲気と同じだったんで、クールな感じで、うん、まあ、優しかったし、うん、ドラマのマル秘エピソード教えてもらっちゃいました。テイクのキャラクターはわざと、うん、僕とスタイリストさん の、 あの計画はすごくあの完璧な人だから、うん、家にいる時もこんな感じでピアスをしながら、うん、うん、ガチにね、ガチにこんな感じで生活する人間に作ろうって感じだったんですね、うん、全部ぴったりしてすごく好きになった、うん、演技したら怒るシーンがすごく多かったんで、なんだって感じでしたら、うん、こっちとかあの
ジーンズのパンツの、こっち後ろとかが、破れた。よく何回も破れて、何回も破れた、はあ、すごく困っちゃったんですね。そういう感じで、演技は怒るシーンの顔とか演技は監督さんが、あ、よかったですね、ズボンがね破れちゃったよって、はい、もう一回ということは演技の NG よりも服の NG ってこと、はいはいはい。しかし今回はですね、やっぱりあのせっかく大島さんと来たので、前回あの僕男目線でいろいろ聞きましたから、はい、やっぱり女の子目線でいいですか、ここから私いろいろ質問しちゃってくださいよ。いいですか、聞きたいことが、どうしても聞きたいことがありまして、まいちゃんの質問とは、みぬさんが女性にされるとキュンとしてしまう仕草。あ、女の子がみぬさんにする、そう、うん、見てて、あーかわいいなって思う、うん、それはですね、ちょっと家庭もいいですか、ね、いいですよ、いいですよ、はい、あ、気をつけてください、はい、背が高いですね、例えば、何か、はい、はい、落ちていて拾うのが、はい、こんな感じじゃなくて、はい、髪の毛を、はい、こうしてから、してから、ここが、はい、こんな感じします。あ、なるほど、クラッとしますか。今度ファンミーティングとかライブがあるとき、皆さんがこの角度からミニさん見てたのね、はい、見てたの。ライブ、オープニングバーンした患者たちみんな、そうそうそう、ミニーとか言ってた。もし握手会とかハイタッチ会のときに前に来るたび物落としますよ、みんな。そうそう、大変、時間かかります、ね、みんなこう言って、みんなこうしますよ。接しちゃいますよ。うわ、そんなこと言われたらね。ではここで、ノミヌとドキドキ黒ひげ危機一発で対決。黒ひげを飛び出させた方が負け。今回はノミヌさんと黒ひげ危機一発。罰ゲームはですね、前回実は尻文字やっていただいたんですよ。そうですね、これが結構受けたんですが、今日はあのちょっとこんな今日はセクシーにね、そして可愛い衣装ですから、はい、うん、その可愛さをちょっと表現していただきたいということで、キス顔、キス顔、はい、キス顔って何ですか。キスフェイスですね、こう、こうカメラに向かってキス顔していただくと、はい、エロエロキス顔でした。何ですか、エロエロキス顔するって、ハードル上がりましたよ、ね、ほんと、ミルさんもなりますからね、負けたら、エロエロ、はい、大丈夫ですか、エロエロキス顔負けないと思いますから、うそそれではスタート。もう緊張すんねそして12投目。